え、そんなんできちゃうんだ。え、明るさ調整できんだ。すごいな。すごい。はい、はい、という、どうも、はじめ教授です。なんか変なチャンネル見たんですよ。俺がいつも見ないチャンネルで。で、俺いつも気になってんの、それね、文房具すごい大好きだった時期があって、そこのね、コーナーに隣接してある、こういう丸い球体がついた縄跳びがあるんですよ。で、それなんだろう、二重跳びが簡単にできるよって思ったんですよ。そしたらなんかね、小学1年生か2年生、3年生ぐらいの、ね、女の子が、俺ロリコンじゃないですけど、やってたんですよ。で、あ、縄跳び、そうだ、この縄跳び面白いのかなって見たんですよ。そしてめちゃくちゃムカついて、その道具で、うんって、にゃんこスターしてんの。ぶん殴りたかった。にゃんこスターめちゃくちゃ嫌いなんですよ。うん、それ世の意見でつまんないって言われてるから嫌いなんですけど。いや、でも単純につまんないじゃないですか。あれ、こんなムカつくだけじゃん。うん。で、それやってて、俺はもう、それ何回もやるんですよ。気持ち悪いって思って。もう、それでも怒りのボルテージが、プシーンってなった。いや、もうね、じゃあ、でも単純に紹介しろよって思ったわ。で、俺はね、そのチャンネルもそこそこね、人気なチャンネルなんだよ。でも多分探せばあるでしょ、そんな。にゃんこスターなんかする。もう、ね、めちゃくちゃつまんなかったよって。いや、もうマジもう一生もう、キッズチャンネル見ねえって思いました。で、ざっくりにゃんこスター始めて。縄跳びしろよって、どんな感じなんだ。まあ、レビュー動画じゃないからいいけど。まあ、ムカついたよっていう報告でした。動画撮りすぎ。